はい、若民子のふいちゃんの体重測定そのチェック、点眼投薬、抗生素処理を測定してもらいます。91g で、そのチェックします。うん。残ってるね。もしもし。はい。どうも。今日じゃあ退院にしましょうかね。うん。上手。食べて、吐いてませんので。うん。噛まない、噛まない。最初は昨日やったやつが、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい。うん、噛まないで。うん、お薬、お薬。うん。お薬飲むの上手。ごめんね。もしもし、すいません。そうね、まあ全部が正常じゃないけど、CRP が 0.9 でちょっとまだ0.7が正常がちょっと高いけど、まあでもとりあえずさ、肝臓の値はちょっといい感じになってきてますから、はい、そうそうですね、うん、たださ、ここでもなかなかご飯食べないんだよね、あの ID だから、まあ前 ID 出したことありますよね、あの子ってない。うん、じゃあ一応消化器病用のご飯出しますけど、うん、まあじゃあお迎えは夕方でもいいですか、午前中の方がいいですか、今日何時でもよければ、じゃあ夕方、今日4時から6時でやってますんで、その時間帯にじゃあお迎えしてもらっていいですか。はい、ふーちゃんでした。